こんばんは。12月18日7時になりました。今日は、皆さん、373回しゃべくりまっしろの時間になりました。今日は、3名の方に、来ていただきました。今日のまっしろの気温は、うちの近くでマイナス5度ぐらい、日中は、9度から10度ぐらいだったかなと思っております。今日一番のニュースは、ジャイアントパンダのシャンシャンが、報道陣に、公開されたということで、一般には明日から公開される模様です。大人気なもんで、相当人が行かれるようです。4月も中旬になり、気ぜわしい時期になりました。今年も年賀状書かなくちゃとか、いろいろ思っていると思いますけど、私もまだ書いていません。メールの人もだいぶ増えてきたんではないかと思います。こんな感じの今日のこの頃ですが、しゃべくりまっしろの大の苦手な、私清水が今日はパーソナリティを務めます。どうぞよろしくお願いいたします。今日のタイトルは輝き広場まっしろで、男の道理、料理道場と銘打って勉強している、先生の牧野美子先生と、会長の清滝誠さん、会員の和田、勝人さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず会の代表の清滝さん、この会はいつ頃からどこでやってるんですか？場所はですね、輝き広場まっしろ内で、時間は月1回、第3金曜日の午後じゃなくて午前9時から午後の1時までやっております。そうですね、ここから、東条小学校をからまっしろ荘の方へ行って、保健センターのところですね。そうですね、はい、わかりました。料理教室は始めて何年くらいになるんでしょうか？道場の歴史は12、3年ほどあると思います。牧野先生になられてから、10年目になります。そうですか。男の、料理道場って格闘技みたいな名前だと思うんですけど、何か由来ってありますかね？そうです、よく分かりませんけれども、先輩方のお話によると、料理を勉強するだけではなく、シニアの年代に合った心身を身につけたいという思いがあったようです。そこから道場という名前を付けられたようです。あ、そうですか。はい。清滝さんはいつ頃から講座に受けていらっしゃるんですか？私は去年の11月からお世話になっております。ちょうど1年過ぎたところです。もうまだ1年で会長やってるのはすごいですね。これ順番ですからね。なかなか大変じゃないかと思いますけども、習うきっかけは何ですか？そうですね、若い時からグルメが好きで、今でも月1回2回は外食しております。定年退職で迎えて食べるだけではなく、たまには自分で作ってみたいなっていう気持ちで、入会させていただきました。美味しいものを毎回食べられるからいいですね。そうですね、うん、自分で作らなきゃいけないけども、まあ、和田さんはいつ頃から、なんかだいぶもう長く入ってるんじゃないかなと思うんですけども、私は平成の22年の10月からお世話になってまして、先生からのレシピは今250、260。すごいですね、そんなにある。
和田さんもベテランなんで、もう先生をちょっとかまったりいびったりしながら楽しんで料理教室に行ってるんじゃないかと思うんですけども、そんなところどうですかね。まあ楽しく行かせてもらってますけども、まあ、先生のとこかまうってことは恐れ多くのそういうことはできませんけどまあ私は根が正直なもんですから、ちょっと料理の中でおかしいなということはちょっと聞くことがあります。例えば、先日ぶりの照り焼きやりました。その時に椎茸とネギを添えるという料理がありまして、ネギの焼き方について先生が教えていただきました。ネギはきつね色に焼けた方が美味しく見えますよ。ああそうか、美味しく見えるだけで本当はまずいんか、まあ、そんなちょっとした質問をしたこともあります。そうですね、そんな感じの時ありましたね。私もちょっとビデオを撮らせてもらいに伺っていただきでしたよね。牧野先生、今日は長野の方から、来ていただきまして、本当にありがとうございます。失礼ながらいびり話から入っちゃって申し訳ないんですけど、なんかそんな噛まれたとか、なんかそんな感じないですかね。そんなこともないですよ。皆さんの仲間に私の方が入れていただいて楽しくやってます。そうですか、はい。この間今の和田さんの話のようにちょっと、美味しく見えただけじゃダメだなんつって、そんな話でなんか盛り上がっていましたけどもそれはいつものことです、そんな話はじゃあこの辺で講座の写真をちょっと見ていただいて説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん来ていただいて始まるときは、私がデモンストレーションということで1回皆さんの前で3品ぐらい大体作るんですが、3品私が作るのを皆さんに見ていただきます。でこういうふうに材料を揃えて切り方とかそういうのを説明します。そしてこれがこの時はブリの照り焼きでしたので、そのブリの説明なんかをね、私がしているのを皆さんこう周りに集まって聞いていただいてます。これは私の師範台の上のところに鏡がありまして、そこでみんな私がやっているのが映るので、そこでこうやって見てもらって、こうやって周りで皆さんに集まってもらってやっているようになってます。でこれが出来上がったものですね。ブリの照り焼きと、この日は豚汁と柿の白酢あえと3品作りました。でこれが私がデモンストレーション終わりましてから、一班大体3人から4人なんですが、各班に分かれてこのように調理実習をしてもらいます。これはまたその隣の班の皆さんですね。こんな感じでいろいろお料理をしてもらいます。で私がそのやっているところを回って歩いて、分からないところを質問してもらったりとか、いろんなお話をしながらどんどん進めて料理をしていきます。でこれは皆さんが作って出来上がったものです。とても美味しそうにできました。でこれで皆さん揃って一緒にいただきます。でこんな風にね、皆さんといろいろお話をしながらね、自分で作ったものを批評しながら皆さんで楽しく食べるようになってます。で最後はみんなでこうやって後片付けをして、それで解散になります。先生、料理を教えてて大事にしていることとか、なんかコンセプトって言いますか、ありましたら教えてください。そうですね、皆さんが健康で毎日楽しく過ごせるように、まあ、調理実習でお料理を覚えることももちろん大切なんですが、仲間作りをする、ね、場所として皆さんにお越しいただいてお役に立てればと思っております。はい、なんか先生、この輝き広場へ来て何年ぐらい先生やってらっしゃるんでしたっけ。松代にお呼びいただいてから大体10年くらいになります。あ、そうですか、はい、もう結構長くなりますよね。そうですね、なんか栄養士になるきっかけなんかはちょっとよかったら教えてください。そうですか、
あのお料理がもともと好きで、あの作るのが好きだったんですが、あとはあの父にあのいい食住って言って、あの食べるものっていうのはうんと大事だからということで、それであのお料理の方の道に進みました。あのこれはあのブリの照り焼きをやるのにね、添え物っていうことで、あの椎茸とネギと焼いている、さっきのあのきつね色に焼いてたネギですが、こんな風にね、あの一度皆さんに見てもらって、それで、ま、あのみんなでお料理するようにしてます。あの教室の雰囲気はどんなもんですか？結構楽しいです？あ、楽しいですよ。皆さん和気あいあいといろんなおしゃべりをしながらね、あの楽しく料理してます。こうやってみんな一生懸命こう先生の見本作るのを見て、それからみんなで料理始めるんですよね。そうですね、あの3つ一緒にやるので、ええ、たまにこう混ざっちゃって、ええ、どれが何だか分かんなくなっちゃったりね、見てる時はあのうんと分かってるんですけど、各テーブルに書いちゃうと、ええ、どこから始めたか何がどこに入れるのか分かんなくなることはたまにあるみたいです。そうですよね。なんか何品も一緒ってことをなかなかこう慣れない人はもう面倒なんですよね。そうですよね、ええ料理のメニューはあのどうやって決めてるんですか？これはあの旬の野菜とかね、はい、あとあの季節に合わせた料理っていうことで、あのそんな風にあの考えて決めてます。あと時にはあの受講生の皆さんがお家で採れた野菜なんかもね、あの来月はこういうものが採れるからって言ってあの持ってきていただく方もいらっしゃいますので、あのそういうのをあのいただいてみんなでご馳走になったりしてます。じゃああれですよね、たまにはすごく豪華なこう注文なんかはあるんじゃないですか？そうですね、まあ、あの予算に似合うんだったらやりますけど、ええ、あとはあの自分が食べたいものとかね、ええ、あのこういうものを作りたいんだけどっていう希望もありましたら、そういうものに合わせて、ええ、あの献立に取り入れてやってます。あ、そうですか、はい、そうそう、受講者を募集 しているようですけども、はい、あの清滝さん、そのどんな条件とか、はい、受講料とかそんなことをちょっと教えてください。はい、輝き広場、あの真っ白にですね、あの男の料理道場にあの入りたいんですけどもっていうことで電話入れてくだされ、ばあの話は通りになっております。あの受講料はあの月1回で1000円、半年分6000円を前払いさせていただいております。あ、そうですか、はい、じゃ あの小滝さん、あの料理習っていて楽しかったこととか、あの奥さんや家族に褒められたとかけなされたとか、あのなんか面白い話ないですかね？まあ、褒められたことは一度もありません。道場にですね、あのお世話に何をなって か、なってからあの奥勝手に入る時間が増えました。あの家内のお手伝いするようになったんですけども、あまりもいい顔しないもんですからね、あのちょっと今のところ躊躇しているところであります。そうですか。またあの何回もまだ1年だからね、そうもう2年う、ね、3年ってなったらもう大いに期待されるかもしれないですね、はい、そうなりたいですね。そうですね、和田さんはいかがですかね？私はまあうちではほとんど料理は作りませんね。まあ、あのというのは女房と二人暮らしなもんですから、まあ、昼食晩食は時間がほとんど合いませんので、まあ、自分で食べるものは自分で作りますけども、女房のためには特に作りません。自分のものを自分で作るってことがなかなかすごいですよね。だいたい自分のものだってもう、作るって人は少なくて、何しろ作ってもらわなくちゃ毎日過ごせないって人がいっぱいかと思うんですけども、あと牧野先生、あのなんか講座で面白いこととか
記憶に残ってるところありますかね。ですね、みんなと一緒に食べながらね、いろんな話して、私も畑にいつ種まいたらいいかとか、なんか収穫はいつしたらいいかとか、そんな話もしながら、いろんな話で盛り上がりながらね、食べたりして楽しくやってます。あ、そうですか。はい、みんなついでにいろいろ勉強し、して。あれですよね。そうですね、教えてもらうこともたくさんありますので。そうですね。わ、はい、かりました。いいかな。じゃあなんか清武さん、なんか趣味でなんか楽しいこととかやったことちょっとありますかね。若い時はね、何でもいろんな趣味持っていたんですけど、今の年代でそうですね、庭いじり、春と秋の剪定は自分でやっております。雑草取りとかね、ああいうの本当に。はい、わかりました。はい、いや、年の瀬も迫ったお忙しいところ、真っ白テレビにご出演いただきまして誠にありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、三田さん、はい、なんか違うの映ってるね。違うとこ映ってるね。ちょっと違うの映ってる、ね、映った映った。生放送はいいですね。こ生放送じゃなきゃできない ね、 いいね、うん、ということでね、今日ね、うん、慣れない人がやってるからね、うん、面白いですな、うん、でね、今日清水さん、うん、新鮮でよかった。いいでしょ、ね、三田さんじゃあんな風にいかねえや。ね、純粋でいいじゃないですか。いや、俺もそうなんだけどね。本当だよ。だから違うよ。違う、ね、清水さん見てやっぱ真面目でさ、純粋で、見てに緊張してさ、今日はね、新鮮でよかった。そう、うん、すごく良かった。また次回頼む、ね、あ、じゃあ、うん、三田さん次回はじゃあ緊張しながらお願いしますね。はい、はい、ということでお知らせをお願いします、はいはい。ですね、22日、はい、ね、12月22日、はい、ね、宝珠に夕日が沈む光景を見る会っていうのはね、はい、平日で金曜日なんだけどね、はい、一応ね、西条でやりますんでね、はい、ぜひお出かけいただければ、はい、ぜひね、1時、ね、2時20分ごろね、太陽が沈むっていう時刻なんで、その時に、まあ、宝珠ってね、お寺の、そんな早いんだ、うん、いや違う、うん、いやだってあれなんだよ、あ、山だから、山だ、あ、そうなんだよ、2時っていうからなんか間違えてんじゃねえか、うん、違う違う、そういうそうなんで、はい、わかりました。これはもう特別なあれなんですよね、うん、その日にやるっていう形、はい、はい、それからね、日越家住宅、うん、クリスマスミニコンサート、あ、いいね、うん、なんかね、景品もね、いっぱい用意してるっていうから、コンサートで景品でも、うんうんうん、いいよ、あれ、クリスマス、12月23日土曜日、はい、1時半から4時まで、ね、参加費無料だって。いいね。で、景品出んの、うん、出る。すごいじゃね、うん、それはこうお楽しみっていう感じでね。お酒も出なかった。あ、無理です、ね、お酒も出、はい、お酒は無理。だって、クリスマス、ミニコンサートで酒なんてちょっと。じゃあ、3杯だな。はい、わかりました。違うよ、はい。ということで、皆さん、来週は、はいはい、来週、はい。来週はね、これ、宮坂さんパーソナリティ。あ、ね、私ですな、うん。はい。これはもう最後の日。ね、あ、これ1年を振り返って。あ、そう。うん、まあこれね、当日参加者全員っていうのは当日参加者っていいでしょ、なんかのイベントみたいな、ね、イベントみたいな、いいですね、うん、まあ、もうこれね、みんな出てきてもらわなきゃいけないんで、タイトルの付け方最高、いいタイトルだわ、間違いないでしょ、最高に分かった、最高で、ね、うん、そういうことで、で、じゃあここではいろいろ反省点とか良かったこととか、うん、そうそうそう、ね、思い出、思い出のものとか、思い出とか、あと反省点があるでしょ、うん、反省点、まあなるべく三田さん反省はしない方がいいかな、反省あるでしょ、うん、あの三田さん生放送で前通ったでしょ、うん、それはそれはいいじゃない、それあれあれ三田さんで一番の、ね、そうそう反省点、うん、そうね、今日はやらなかったから大丈夫、今日気にしてたもんね、そうまあそういうことでね、そういったも含めて、はい、わかりました、参加者当日全員で ね、はい、ね、ちょっと出ていただくよかったってことね、はい、反省点をね、はい、そういうこと皆さんにお話しいただくということで、はいはい、1年間の反省、そうですね、はい、じゃあそういうことで、それでは来週のしゃべくりマスロー、どうぞお楽しみに、楽しみ、松代
またね。